イベントが行われる広場ボードウォーク沿いの建物夜間の様子新町ボードウォークは徳島県徳島市の中心部を流れる新町川和市に設置されたボードウォークである。北西の新町橋から南東の両国橋にかけての南西岸に約290メートルの木の遊歩道が設備されている。東新町商店街と並走しており、王道を100メートルほど進むと入ることができる。 上流には新町橋の下でつながる小さな公園がある。歩行者、軽車両専用の触れ合い橋で対岸の新町川水際公園に通じている。この他にも一帯の河岸、は公園、レジャー施設化されており、下流には少し離れて県庁ピア、対岸上流には相場浜公園がある。毎週土曜日と日曜日には新町ボードウォークパラソルショップが並び、 多い時には50店ほどの店が並ぶ。北西端は比較的広くなって、傾斜のついた野外ステージがあり、ダンスショーやジャズ演奏などのイベントも頻繁に行われている。動員が多い時は橋の上にも見物人が並ぶ。1985年に建設省の認定を受けた中心市街地活性化計画により、公演化が決まった。 1991年に殺風景な駐車場であった川沿いを活気づけようと東新町一丁目商店街振興組合がボードウォーク設立の計画を立てた。当時、徳島駅前の振興商業圏に客の流れが変わっていたためボードウォーク設立で客の流れを変える狙いがあった。しかし商業目的のためにボードウォークを設立することに反対の意見もあった。 その後、徳島市の菓子公園として設立することでまとまった、ボードウォーク沿いには以下の施設がある。ありがとうございます。